皆さんこんにちは、 FX トレードルームへようこそ。ヒロピーです。本日は3月25日月曜日、 FX ニュースをお知らせしたいと思います。はい、今日のトピックスです。先週 PMI が出揃いました。欧州弱く、アメリカ強しという内容となりました。そして日本の CPI 発表、そして先週中銀ウィークでした、そのまとめを お知らせいたします。そして今朝ほど神田財務官発言入りました。ゴールドマンのドル円予想は引き上げというレポートも出ております。さあ、チャート分析を最後に本日も進めていきましょう。はい、まずトピックス1です。欧米 PMI の発表が出ました。購買担当景気指数ですね。はい、主に製造業とサービス業に分かれてそれぞれ発表されます。はい、でですね、先週フランス、ドイツ、イギリス、そして欧州とそれぞれ出ましたが、市場予想ですね、まず製造業 PMI の方ですが、イギリスを除いて3つとも下回りました。しかもちょっと悪めですね。特にドイツなんか 41.6 というところでかなり悪い、はい、といったところで欧州平均値も引っ張られて下がったかなというような印象です。対してイギリスは結構強めですね。もう 50.0 まであと一歩というところでした。はい、そしてサービス業の PMI の方ですが、フランスは軒並み悪く、イギリスは逆に、少し悪い、ただ50以上キープしてますんでね、悪くはない結果かなと思います。でドイツは若干サービス業の方が良くて、欧州全体もそれに引きずられて上がったのかなというような感じですが、まあやはり製造業の方がね、悪い期間がかなり長引いてきたなという印象です。はい、対して、アメリカの PMI ですね、製造業が上振れたというところが大きいかなと思います。 52.5 でございます。対してサービス業はしばらくずっと強かったんですが、ここへ来てようやく少し軟化したかなと。でもただ今までが強すぎたのでね、こんなぐらいでは大した悪化とは言えないかなと言えます。そして総合 PMI はまあ横ばいというところで、まあ堅調ですね。はい、でここにも書いてあるんですけど、製造業 PMI はなんと2022年6月以来の1年9ヶ月ぶりの高水準です。はい、はい、そしてですね、日本の CPI も発表されました。市場の関心は利上げペースへというところ、基本的に利上げ利下げの最重要指標となっております。日本のですが 2.8% という結果になりまして、市場予想を下回りました。 CPI コアの方が 2.8 は、これは市場予想通り。そして CPI コアコアの方ですけれども、3.2% と、よりデフレ化が少しだけ進行したかなというような感じですね。はい、中銀ウィークでした。先週は、日本が、ついに何年ぶりかの、17年ぶりでしたっけ、利上げ、ということになりました。アメリカは FOMC 横ばいでした。スイスがややサプライズ、1段階引き上げて 1.5% に政策金利を引き下げました。個人的にはこれを予想していたので、発表直後結構スイス売られたんで、これは驚きでしたね。スイスはねずっと 1.5% とか 1.6% で CPI 推移してたので、当然といえば当然の引き下げだと思います。はい、そして、今朝早速神田財務官コメントが入りました。152円近くまで金曜日押し上げたことを嫌気をさしたのかなと思います。足元の円安は経済のファンダメンタルズに沿っていない、沿ってはいるんですけど、目先先週の日銀の発表を踏まえて上昇したっていうところはかなり、ストレスをお抱えになっているのかなと思います。行き過ぎた変動にあらゆる手段を排除せず適切な行動を取る。今の円安は明らかに投機が背景にある。投機による過度な変動は国民の経済に大きな悪影響をもたらすものを容認することはできないということで、いつもながらの発言でした。何ら、ドル円相場には、影響は受けてない、さほど与えないかなというようなイメージです。はい、そしてなんとゴールドマンサックスがですね、ドル円予想を引き上げました。なかなかいい予想をしているような気もします。3ヶ月後155円、6ヶ月後、150円、そして、12ヶ月が145円というところで、しばしドル高が続くけれども、政策金利、FRB 側ですねの引き下げが、半年後から始まるよとか、そんなところですかね、といったところで150円というふうに、そして、1年後には145円と緩やかに下落していくというような予想をされております。僕も無難だなというような感じですね。はい、個人的には150円超えたら下値は150円かなぐらいでは見てますが、はい、ではチャート分析いきましょう。現在151円の35銭前後で推移しております。今日満月ですね。
ということでですね、1回ドル円は利食いを先ほど入れました。151円の30銭ですね。はい、といっても150円のこの超えたところから泣く泣く買って買い上がっていったやつを閉じたというところで、4ポジションで合計270ピップスぐらいでしたかね。はい、1回プラスを確保していこうと思って、クローズさせました。今週は金曜日はいろいろと休場ですね。なので、四半期の月末のフロー木曜日までに出るかなと思います。といったところで28日までに1回ドル安相場が数日だけあるイメージを持っておりまして、そこに向けてポジションを閉じたという印象です。で、上昇目線は全く変わってません。で、もう一つ僕の大好きな RCI 分析なんですけども、これ下落をそろそろ開始するよという合図が出ております。この水色が RCI26 なんですけど、プラス80円割れてきました。ここ割れてきた時に大体逃げることが多いんですけれども、次ですね、まあ多分明日の午前中ぐらいにこの00ラインに到達するかなと、午前中から昼ぐらいにかけて、ここから売りが加速しやすいので RCI 的には、まあなのでですね、もしかしたら今日だけ短期的に、超短期的に戻り売り一発仕掛けて150円のミドルとか前半で買い戻す、デイトレードベースなものをするかもしれません。はい、まあ言いたいことはこんな感じですね。ここですね、ここをまたぐ瞬間、そして RCI52 オレンジなんですけど、ここはマイナスボトム80を脱出するタイミングが近しければ近しいほどこういうふうに上昇の威力が強いと。で、今回はこれが 0.00 に来た時に、このオレンジの RCI52 がプラス80ライン終わるぐらいのタイミングが明日の午前中昼頃にあってきて、どうでしょうね、ちょっと上がってすっとまたこの151円手前ぐらいまでで推移してたらずるっと行きやすい。はい、まあなので失敗パターンももちろんありますが、まあ、そんなに引っ張るタイミングではないかなと。アセンディングトライアングルでね、結構良さそうには見えるんですけれども、まあ最近のドル円の動きだったら、まあ、一発では抜けにくいかなと思ってですね、まあ一回手締まりました。はい、もちろん152円超えていく目線は変わりはありませんが、ちょっと欲を欠いてもう一回押し目買いを狙う、そんなイメージです。はい、まあちょっと上げてで、この辺で少し横ばいになってずるっといくような、こんなイメージですね。はい、さらにですね、フィボナッチ的にはですね、この146円台ミドルからのこの上昇なんですけれども、ちょうどフィボナッチの 38.2 が149円の80銭、半値押しまでいくとですね149円の、まあ、20銭ぐらいなので、このどちらかぐらいまでもしかしたら深い押しとしてはあるかもしれない。で、このタイミングがやってくるのは、まあ、やっぱり月末の四半期のリバランスですね。このタイミングでは重なってきて、思わぬ下落がスパーンと入る時があります。1円ぐらい軽く飛びますので、それに乗じて拾えたら拾いたいなと、そんなようなイメージです。まあ、つまり木曜日の夜12時24時ぐらいにいい調整が150円割れとか入ったら最高だなと思ってます。そこを拾っていく、はい、そんなイメージです。同じくユーロドルもですね、こんな感じで、まあ、調整が入りそうな感じです。まあ、よくこの2週間おきに欧州がやってくるのでね、ここがきっかけでトレンドが変わったりトレンドが止まったりとするものですから、そしてブレイクアウトが始まったりとか、なので、そしてまあ、ここ数ヶ月というか1年近くですね、月末は結構ドル売りになりやすいので、経験則も踏まえて1回逃げようかなということで、ドル円のロングポジションは手締まったという理由でございます。はい、まあその他ポジションの傾きなんですが、まあこうどっちかというとトントンかな、若干売りが多いかな。まあでも買いも捕まってるっちゃ捕まってるか。まあなので勝手な予想するとやっぱ三角持ち合いも濃厚だと思います。仮にブレイクしきらずに、まあ、150円の80銭とか70銭ぐらいで止まってしまっても、また再度僕は買う予定、木曜日とかに。はい、例えば結局あんまり動かずに横ばいで木曜日のロンドンフィキシングを終えても今の151円の30銭でしたって場合はまた買い直すと思います。はい、まあ、翌日 PC ですけれども、どうやらなんかやはり高ぶれそうなイメージを持ってます。はい、まあ、そういったところと、また月初上がりやすいのでね、ドル円クロス円は月末下げて月初からまた上げ始める、うん、そんなイメージですので、
まあそこまで無理しなくていいかな。今週中になんかわざわざ152円を超えていくような本当に突拍子もない発言が出れば別ですけれども、そんなに強い動きが出るとは思えないので、一回休みですね。一回って言っても本当 2,3 日の休みです。はい、そんなイメージでおります。買いが上で捕まって、含み益を持ってる人はいませんね。で、売りは捕まって、いるが、まあ、この人たちいい具合で、ね、利食いが入ってくるんで、まあ、そこまで下値は押さないかなと思いますが、まあ、ここから80銭ぐらいは無難な調整かなと思います。この150円のミドルで止まるのであれば、まあ、三角持ち合い的な値動き、割れて大きく深くいくなら先ほどのこちらですね、 38.2 や 50% 押しぐらいで、2段構えぐらい、3段構えでいるつもりです。こんな風に止まるのももちろんあります。アセンディングトライアングルはトライアングルでも、もう少し長いアセンディングトライアングルになるかもしれないと言っても、来週末ですね、こういう風に煮詰まってブレイクしていくかもしれませんし、まあとりあえず逃げようかなという具合です。また水曜日いろいろと答え合わせしていきましょう。はい、その他今週の注目経済指標です。CPI オーストラリアですね、水曜日あります。その他金曜日 PCE と、今週はかなり乏しいですね、経済指標あんまり動かないかもしれません。はい、広瀬通商と本チャンネルのタイアップキャンペーン実施中です。今なら口座開設プラス1万通貨お取引で5000のキャッシュバックございます。さらにオリジナル動画レポートまでプレゼントしておりますので、この機会にぜひ口座開設してみてください。ライバルのオーダー情報、こちらですね、ポジションの傾きが見れるツールは数少ない FX 会社の一つです。買いが捕まってるな、あ、売り上がっても捕まってるな、いやどっちだろうと、つまり市場にポジションが溜まっていてレンジ相場になりやすいかなとか、まあ、そういうふうに考えられるわけですね。はい、ぜひですね、ライバルのオーダー情報を見ながらトレードする癖をつけてみてください。非常に便利です。はい、今週の、ライブ配信情報ですが、今晩は、サロン生ないしメンバーシップ限定の動画配信になります。今日はね、 RCI トレードになります。まあ、先ほど説明した RCI トレードですね、専用の分析をして、明日トレードバトルですね。そして金曜日は、いつも通り、僕と小山くんゆかティンでお送りする FX 相場展望ライブとなります。以上、ヒロピーの FX ニュースでした。ご参考まで。